さて、単音カッティングの方はいかがでしたでしょうか。やっぱりね、この右手の速度と、そして、左手のミュート具合、できるだけ余計な音が出ないようにっていうところですね、ポイントになってきます。そうすると、そのサウンドの良さとですね、リズムの良さが両方組み合わさると、非常にこうかっこいいカッティングになるんじゃないかなと思います。ということで、このカッティングぜひ使ってほしいなと思います。それでは今回はこの辺で。